彼らの恋の行方をただひたすらに見守る CD、 男子高校生初めての第5弾、兄弟だから何もない。早乙女ケイトです。この春から大学4年生になりました。俺は大学院生になりました。学内進学できたから研究室変わらないし、学生生活続くのめっちゃ嬉しい。よかったな。俺は物理学の話も何が楽しいのかもさっぱりだけど。逆に俺は絵の方がわかんないし。そういえばお互いの好きなことに関しては昔からあんま話さないよね。え、教えようか。子供の絵画教室でバイトしてるおかげか、教えるの上手くなってきたと思う。超下手だから絶対嫌だ。中学の頃美術の授業で犬描いてたらさ、友達がクマだとかキツネだとかからかってきて、挙句の果てに助けに来てくれた先生が、早乙女くん猫だよねって笑顔でとどめ刺してきたんだよ。ああ、あの絵か。練習すればうまくなるって。いや、もう笑っちゃってるじゃん。勢いだけだったし、お互い青かったですね。でも冷静に告白して付き合うなんて無理だったから、今はあれでよかったんだろうなって思う。うん、でも付き合い始めた後もケイト戸惑ってたから、急にやっぱりなかったことにしたいとか言われたらどうしようってちょっとハラハラしてた。それは考えてなかったけど、とにかくバレないように必死だったな。俺はバレたらやばいってシチュー結構興奮したけどな。やっぱり別れたいってちょっと脅しておけば、あんなハラハラせずに済んだのかな。リビングにある一緒に海に行った時の写真かな。2つあって、1つは子供の頃、もう1つは去年同じ場所で撮ったのを並べて飾ってます。昔の写真は母さんが撮ってくれたけど、去年のは自撮りでめちゃくちゃブレてるから撮り直したい。同じアングルで俺がチューしながら撮ったやつは綺麗に撮れてるのに。あんなの飾れるわけないだろ。まあ確かに、今の写真だけでも遊びに来た友達から仲良すぎって突っ込まれるもんね。でも見るたびブレてるのが気になる。じゃあ今年も撮りに行こっか。ちゃんと計画立ててゆっくり泊まりがけでさ。いいかも。去年は日帰りだったし。そんで写真撮ったら3枚並べる。余計怪しまれるだろ。毎日いつでも。へえ、会ってない時も。魂で結ばれてますから。へえ、じゃあ今俺が何考えてるかわかる？え、早くこれを終わらせてイチャイチャしたい。はずれ。わかった、今日昼食早かったしお腹空いたな、チャーハン食べたいとか。違います。何？逆にハルイは今こんなに好きなのに外れてるわけないし、ケイト嘘ついてるって思ってるだろう。すっごー、なんでわかんの？そりゃこれだけ一緒にいれば。俺だって同じ時間過ごしてるのに。で、何考えてたの？意識したことはなかったけど、俺もお前と同じで毎日愛を感じてるなって感動してた。うわ、なんかずるい。ずるいって、そもそもそういう質問だろ。そうだけど、ケイトってほんと落ち着いてるよね。いろいろ分かってくれてるし、俺の方が弟だったら俺たちの関係って結構違ったのかな。急になんだよ。ああ、そんな真面目な話じゃなくてさ、俺はお前が兄貴でよかったと思う。なになに、珍しくお兄ちゃんあげ。俺はそうやって明るく引っ張っていくようなタイプじゃないから、これからも頼りにしてる。もう嬉しいこと言ってくれるな。よし、今日はお兄ちゃんがチャーハンを作ります。だからチャーハン食べたいとは思ってないって。昨夜のカレー食べきらないと。早速買い出し行ってきます。あ、ほんと可愛いな。